朝が夜をそっと包む頃には伝えたい思いは宙へ消えた。心配いらないよ、慣れてしまえば綱渡りの日々も楽しんでいます。ああ、強がりな嘘が本当の声隠してく。強くなりたい、強くなりたい。弱い自分に気づいた夏の夜、届かないと知りながら赤いギターかき鳴らした。薄汚れた都会の空も、気づけば大切な My hometown。 誰かの言葉に惑わされて私負けたくない。しくて泣いた夏の夜、君を思って見上げた空、この街にも星が光った。夜はいつも悲しみを連れてくるけど、見つけた幸せの咲く場所。走り続けて行くことで取り残された思いと歌ってる時に
こっちからピーって音が聞こえてびっくりしたんですがさあさあ今週も始まりましたクラブパルヘジア。この番組は毎週多彩なアーティストをゲストにお迎えして笑顔をハンドメイドしようという番組です。素敵な歌はもちろん楽しいコーナーをご用意しておりますので、お時間の許す限りゆっくりしていってください。まず MC を担当させていただいております、鈴音でございます。よろしくお願いします。ということで早速本日のゲストを紹介したいと思うんですが、じゃあまず私の隣の、今日番組初登場ということでですね、はい、あのシンガーソングライターの黒瀬真奈美さんです。よろしくお願いします。そしてそしてまみちイエイゲストとしては5回目、去年の7月から9月は MC、ね、番組の MC を担当しておりまして、私はその3回ともねお邪魔してたんですけれども、シンガーソングライターの泉真奈美さんです。よろしくお願いします。早速、はい、まなみさんから自己紹介を簡単に、はい、簡単に、はい、簡単じゃなくてもいいです。え、本当に簡単で、ロックシンガーソングライターの黒瀬まなみです。以上よろしくお願いします。そしてそして、はい、新潟出身、身長147センチ、血液型 B 型です。シンガーソングライターの泉まみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみにまなみさんは何センチですか？私ですか？聞いちゃいます、うんうん、164。あ、大きい大きい大きいの。毎日ちっちゃいね。そうだよ。え、すずねちゃんは167。え、ほんと？もう絶対真ん中には入らない。ね、こうボコってこうなっちゃうからね。早速なんですけど、はい、まみちはまみちっていうね呼び方があるんですけど、まなみちゃんはいつもなんて呼ばれたりしてますか？はい、この番組の中での呼び方をちょっと。マナミンで。マナミン。マナチとマナミン。マナミンとマナミン。オッケー。マナチ違う。混ざっちゃったもんね、今ね。じゃあ、マナミン。マナミン。マナミンさんとマミチさん。ございます。サンってつけたらなんか変な感じします。いらない、サン。早速、自己紹介代わりにですね、1曲ずつ歌ってもらおうかなと思うんですけど、はい、どういう順番で歌うか全く決めてません。何順にする？どうする？何順にする？ちなみに、まみちが担当してた時は、ね、背の大きさと、うん、足の大きさと、足のサイズ順とね。そうそうそう。手の大きさ順もあったね。あ、そうだ、手の大きさもあった。足？いや、もう全部勝てないけど。全部勝てないけど。大きいかちっちゃいかもしれない。そうそうそう。ね、そうそうそう。そうですよ。じゃあ、対戦なんで。え、この番組の先輩なんで。え、私5回も出てるの。そうだよ、ゲストで。そう、ゲストで5回で MC で3回だから、うん、全部で8回出すぎじゃない？ねえ、ね、すごいよ。もう完全な常連ということでね。すずねちゃんに言われたよね。私も同じぐらい、ね、同じぐらい出てるよね。おかしいよね。じゃあ音楽歴、おうほうほう、音楽歴短いじゃん、長いじゃん、どっちがいいですか？まだ聞いてない私、うん、長い順にしようか。長い順、長い方が先。じゃあ私よく分かってないまま言ったけど今。そうそうそう。なんだろう、まなみんは6年。おうおう。まみちはもうすぐ4年。じゃあ今はまなみんから。私から。はい、それではまなみんのライブからお届けしたいと思います。じゃあ準備の方、はい、よろしくお願いします。お願いします。そうか、6年なんだ。わかんない、大先輩だ。アバウトね。この番組はね、パイセンだけど番組は ね、私たちよりも長いっていう。まみちは4年目はいつ迎えるの？3月27日が音楽始めた日。そうなんだ、もうすぐ。おお、今月だ。そう、今月。おお、そうか、なんかお祝いするの？お祝い、うん、一人でケーキでも食べようかな。寂しいよ、寂しいよ。なんか周年パーティーみたいなのがやだ。なんかやる、うん、ライブはないよね。25日にライブがあるけど。あ、じゃあ25日にきっとみんなが来ると思う。そうだね、お祝いに来てくれると信じて、うん、そうそう、ケーキをいっぱい持ってね。そうだね。それも困るね、それも困るね。きっと持ってきてくれると思う。持ってきてくれるかな。それでは準備の方は大丈夫かな？ OK でございますか？それではまなみんのライブをお楽しみください。
ぞライブ、うん、懐かしい記憶、あいつとのデートやあいつとの喧嘩も何かに夢中になっていたな。毎日がとてもキラキラしていた。私が忘れているものは何？素直な気持ちのまんまでひたすら前だけを見てた。タイムトラベルしちゃってこっそり覗きに行こうか。不安を覚えたの。いつまで続けてればいいの？頑張っていれば報われるだろうか。ドラマチックな展開はある。理想は膨らんでゆくばかりよ。いっそ逃げてしまいたくなる。人生変えた決断か、間違っていないということ。誰か証明してください。不安で心折れそうだわ。トラベルしちゃってこっそり覗きに行こうか。予言とか占いなんてまた関心はないけれど、たまにはさ頼ってもいい。 Let's take it easyで私胸を張っていたい。素直な気持ちのまんまでひたすら前だけを見よう。過去があるから今がある、今があるから未来がある。答えはきっと誕生さ。全てはつながっているから。ありがとうございます。タイムトラベルという曲でした。ありがとうございました。
引き続きまみち準備の方をよろしくお願いします。まみちがですね準備をしている間に番組のプレゼント紹介をしたいなと思います。はい、お疲れ様でございます。ちょっとお付き合いください。はい、今週の番組プレゼントは毎度おなじみクラブパルヘジアステッカーがこっちに向いてんのかな、カメラどれなんだろうそれかクラブパルヘジアステッカーと、なんせ今日はですねPA が一人いないのでね、てるちゃんがてんやわんやしてるので少々ねそう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 、本当日常そうそうそして宴さん天京だって提供のインチキマンショーのお笑い CD そして5月8日発売になります。あ、ここにはちょっと映ってないけど、映しましょう、映していただけますか。マミチューが映っちゃった。そうそう、これです。これ宴さんコンピ CD のポスターを、とりあえずポスターをとりあえずの、あ、なるほどです、ね、怒られちゃうんでそしてチャイナスクエアのランチライブトゥルーカラーズに出演していただいた松澤春菜さんのサイン入りオリジナルステッカー、そして番組で使用したこの皆さんのスケッチブックと、え、あ、本当だ、びっくりした、またハプニング、そうそう今日はハプニング続きで最初ねマイクが出なくてもびっくりした。はい、引き続きプレゼントの紹介を続きますよ。スケッチブックと番組終了後に、全員でですね集合写真を撮るんですけれども、その集合写真にサインを入れてプレゼントしたいと思いますので、応募方法は、今日はスタッフの屋根裏さんがいないのでてるちゃんが全部、てるちゃん空き時間あるのかな、大丈夫、じゃあてるちゃんがですねてるちゃんもしくは博士さんが応募用ハッシュタグをツイートしますので、リツイートするかそのハッシュタグをつけてコメントしていただくことで応募になります。ツイッターを連携してコメントしていただくようにご注意お願いします。ではでは準備の方はよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。それではまみちぃのライブをお楽しみください。ここに来たらもうこれを歌わないと気が済まないので、1曲目からお届けしたいと思います。新潟で暮らす両親を持って書いた1曲、聴いてください。おやすみ。目を覚ました朝、思い出すベッドに入る私にだけ聞こえる声、生まれ
たり前みたいに聞き流していた。ごめんね、私もちゃんと伝えるよ。ありがとうございます。ありがとうございました。さあまたね、てるちゃんがてんやわんやしておりますが今日はなんかバタバタしそうな感じなんですけど、ね、うん、普段はどういったところで活動してるんですか？普段は新宿、うん、新宿ピンポイントできた新宿渋谷あたりでが多い、はい、あ、マミチはね、渋谷が似合う女って言われてるんです。この間ね、言われたね。そうだね。急にね、そんな話あったね。あの誰に？ここにはいない。ここにはいない子なんですけど、なんかスーツケースを、うん、あの貸してあげたんですって。友達のアーティストに貸してあげたの、スーツケースを。うん、それを渋谷で待ち合わせして。そう。で、あのスーツケースだけ持ってその子を呼び出して渋谷に、うん、で渡して。じゃっつって渋谷の、私用事があったからね、うん、スクランブル交差点を渡って渋谷のセンター街の方に向かったの。そしたら貸した友達がその私の後ろ姿を見て、うん、うわぁ、ミュージックビデオみたいって思ったのね。さっそうと消えていく、さっそうと消えていく。私が、私も見てみたかった。すごい渋谷が似合いますねって言われた、らしい、ね、嬉しかった。うん、うん、ありがとうってなった。まあ、そんな渋谷が似合うまみちと新宿渋谷でね活動をしているバラミンと楽しくお届けしていきたいなと思うんですが、ですね、今日のまずあのまだね歌しか歌ってないのでどんな人なのかなって、初めましての方分かんないと思うんですよ。なのでまなみん初登場っていうことなので、まなみんをさらにさらに掘り下げていきたいので、まみちから簡単に。ついで的な感じでね。ちゃう、ね、今のあのマミチンを初めましての方って少ないと思うんだけど、改めて音楽を始めたきっかけをさらっとね、うん、私はね、大学を卒業してから音楽を始めたんですけど、うん、大学4年生の時に就職も決まって、地元新潟に帰ることが一度決まって、親にも報告して帰ろうと思ってたんですけど、就職活動をする中で、あの昔の夢、小さい頃の夢は何ですかとか、まあ、たくさん面接で聞かれて、で思い出したところ、一番小さい時の記憶が
大人になったら何になりたいみたいな、うん、幼稚園生の時とかに聞かれた時に私歌手になるって言ってたの、うん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 、何になりたいとかじゃなくて、うんうん、歌手になるって言ってたのを思い出して、あれあの時の気持ちはどこに行っちゃったんだろうすごい中学生ぐらいからも現実を見て生きてきた人だったから、そうもう就職しか考えてなかったけど、うん、そこでいや今新潟に帰ったらもう何もできないなと思って、うん、でそんな思いから就職をやめ、新潟に帰るのもやめ、楽器も一切触ったことがなかったのに音楽を始めました、うん、すごいよね、はい、ちなみに就職は事務とかだったの、うん、新潟の出版社で総合職で決まってた、うん、結構いいところだった、お給料いいよね現実的にでもね、夢を取ったっていうそこもね、やっぱりすごいなって思 う, すごい、言い残したことは大丈夫、さらっと言いました、はい、じゃ続けてマナミン、マナミン、マナミンはちょっと初めましての方がきっと多いと思うので、はい、まず、うん、音楽を始めたきっかけとか、きっかけはきっかけっていうか、うん、なんかもともと小さい頃から歌うのが好きで、うんうんうん、でもスポーツをやってたんですよ、バレーボールずっとやってたりして、なんか音楽とはかけ離れてたんですけど、高校生の時になんか歌ってみないって言われてバンドで、試しにもうほんと軽い気持ちで今日みんな噛むね、みんな噛むね気持ちでやるやるって言って、カバーだったんですけど、うん、カバーでバンドやってなんて楽しいんだと思って、ちなみにそのカバーは誰だったの、うん、あ、椎名林檎さん、おお、そう、へえ、そこから歌うことが好き、きっかけで、うん、でも当時モーニング娘。とか、なんかアイドルが好きで、へ、今はロックシンガーソングライターでやってるんですけど、うんうんうん、全然そうロックの曲を聴いてこなくて、うん、そうなんかいつの間にか曲を自分で作るようになったりして今に至る、え、前さっき6年って言ってたじゃないですか、うん、その6年の間に曲を作ってたんじゃなくて、その前からなんとなく作っていた、なんかなんとなく鼻歌で作ったりしてて、うん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 、でもそれはなんか形にせず自分の中で残してた、うん、へえ、それからこう、それから専門学校に行って音楽をちゃんと学んで卒業してからライブ活動を始めた感じ、うん、めた、 そして今は新宿と渋谷を拠点に活動している、はい、そんな2人、はい、ね、マミチ入ってるからね、一生懸命今タイムラインを見せてるけど、うん、まあ今日はね、2人のね、ファンの方もたくさん見てくださってると思うんですけど、うん、今の、今、はい、今の自分を構成する三大要素をここに書いてください。うん、私もやっていいの？もちろん、もちろん。毎日やらないでどうするの？そう。三大要素？3枚使ってもいいし、1ページに3つ書いてもいいし、三大要素なので3つ書いてくださいね。はい。はい、最近これちゃんと書いたことなかった気がする、私が出た回。あ、本当？前回は1個しかやらなかったし、確か。そうだっけ？うん、私炭水化物って言ったもん。あ、そうだ。そうだ。そう。本当ひどいよね。ひどくないよ。正直に答えたんだよ。だって、大まかな一括り。あ、書いて書いて。真面目に書いていいの？真面目に真面目に。それを、お客さんが当てるので、あ、本当？当てるの？当てるんだ、初めてのシステムなんだけど文字をなしで、あ、今決めました、何だろう、今日時間がたっぷりあるから、そうだね、ちょっとそう、あのタイムラインのね、書き込みも絡みつつお話をね、していきたいなと思うんですけど、あとね、あ、そうそう、今日のテーマをこの書いてもらってる時に紹介しますね。本日3月17日は漫画週刊誌の日だそうです。で、まあ、あの少年サンデーが30円で発行されたり、少年マガジンが40円で発行されたりっていう、そうそう、なんかすごいめちゃくちゃ安かったらしいんですけど、まあそこで、すごい当時はね、今で言うと安いけど、その当時にしたらいい値段なのかな、まあそれは置いといて、まああの少年マガジンと少年週刊サンデーが創刊された日なんですって。そこで今週の番組テーマはおすすめの漫画を教えてにしましたって書いてあります。
なので皆さんのねおすすめの漫画とかを教えていただけたら嬉しいなと思うんですが、なんかちなみにまみちのおすすめは前回教えてもらって、そうですね、あのわざわざ画像まで出してもらったことが、いやわざわざ買いました、か、あ、そうか、そうだ、前回買ったって、前回買って、あれだよね、ありさちゃんとか、そう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 、マミチは多分あれだと思うんだけど違うのか、あ、それじゃないんだよね、あ、まあ、それももちろんあるけど、あのね、あの耳がないやつね、そうそう、耳がない、ね、水色のね、そう、青いやつ、あの子ももちろんそうですね、あ、そうなんだ、そう、へなぜ伏せているのかわからない、みんなにクイズをね、そうそうそう、あ、もう書けた、書いたよ、あ、優秀、30分ぐらいかかるかなと思ってた。フリートーク30分しながら。じゃあマナミンから。はい。三大要素。当てるの？当ててもらう。みんなが当てる。みんなが当てる。なんでしょう。いいねいいね。いいよね。いいね。え、あ、そういうこと？どういうこと？え、どういうこと？あの、あの絵を描いて。え、あ、え、そう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 。それは今聞いた。2人とも字を書いてました。全然違うの、絵を描いて、うん、ボンって出してもらって、あ、なるほど、そうそう、だから2人とも早いなと思って、字書いたら読んじゃう、あ、そうそう、で普通にただ当てるだけかと思って、そうそうそう、見せるとかじゃなくて、絵を描いて、じゃあ、うん、見えないように、危ない、見えないように見えないように、絵を描いて、じゃあもう、私もうちょっと喋る、すごい時間かかるね。今はだからね、30分ぐらいかかるはずなのに早いなと思って。じゃあ1ページ使うわ。あ、1ページ、うね、もうあの3ページぐらい使う。私の好きな漫画は、あの、え？返せでしなくていいの？あ、私いいです、いいです。だって、あの、もうみんな分かってるんですよ。まあ、よう出る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 、まあ、今日もここに向かう途中車の中でですね、歌ってた、いや、まさか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 車の中で、あの妖怪ウォッチをやってきましてね、あのジバニャンっているんで、あ、話したら長いからやめときます。おすすめの漫画、おすすめの漫画、ここの今日の皆さんは多分読んだことなさそうだな。あれ、あれ、あれ、あ、北斗の拳。北斗の拳大好き。めっちゃわかりやすい。北斗の拳が大好き。逆に読んでる、読んでる、読んでる。あ、あ、ほんほん読んでる。なんか、あ、そっか。なんかそういう攻撃的な方がいなさそうだったから。私だけかなと思って。そう、北斗の拳が大好きで。よく泣くんですよ。ね、マミチのお休みを聞くとジーンとくるなっていうコメント、ありがとうございます。もうここでは毎回歌って、うん、私も聞かないと、あ、今日のハッシュタグ出ました、出ました、どう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 した、突然にいや、わざと噛んじゃった、わざと噛んじゃったでしょ。今日のプレゼント用ハッシュタグをご案内しますね。みんな神々、泉まみ、黒瀬真奈美、鈴音がお届けしてます。短っ、短い、今日は短い、短い、いつもめっちゃね、もうギリギリまでそうそうそう、お、今日は初めて会場で生で、観覧って読むのかな、これ観覧って書いてね、あの会場からもコメントくださってますけど、 お、 iPhone で見てるとタイムラグがかなりあるらしいですが、あ、そうですね、多分、まあでも話は通じるのよね。通じるのよね、大丈夫よね。そうそうそう。まあ、そんな感じで皆さんのおすすめの番組じゃないや。出待ちた、出待ちた。そう。皆さんのおすすめの漫画をこのね、2人が真剣に書いてる時に教えてほしいなと。なんかあります？おすすめの漫画。いつのやつね。もう自分が一番好きだなって思うやつ。ない、ある、ある。ドラゴンボールじゃん。ああ、ドラゴンボール。なるほど。私あれ全部読んだことないんですよ。ある、ある。お、すごい。だって、え、あれ全部で何巻ありましたっけ？何種類もあるんだよね。そもそも。え、嘘。え、ないよ。嘘ついた。ないよね。え、一種類？一種類をずっと続いてる。あれ変わるんじゃなかったっけ？アニメが。アニメ、あ、そうそうそう。あ、そうそう。なるほど。読んでないか、コメント。なるほど、そういうことか、そういうこと、
みたいです。かけた。まだ。まだ。おお、うん。時間かかるよ、これは。でしょでしょ。30分ぐらいかかる予定なのよね。予定では。そんなに。でもね、この絵がプレゼントになりますので。そうだよね。あ、そう、お客さんのプレゼントだよ、これ。そうそうそう。最後。あの会場の方もできればちゃんとこうあのハッシュタグつけて参加してもらえれば会場の方が当たるとあのスタッフが楽できるっていうね、ね、みんな知ってるし絶対当ててくださいでもねそれを引くのはこの2人のどっちかがね引くから今日は初登場だったマナミンがそうだ、ね、そっかそっか、うんそうそうそうやばい？これ何かわからないけどみんなならきっと当てれると思う。多分ね、まあそんなことでプレゼント用ハッシュタグが出ましたので会場の皆さんもリツイートなりしていただけたらいいな。気持ち悪いのかな？可愛くない？あ、分かった。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 マミチ絵うまいんだよね。私ね絵下手くそだよ。え？あれ上手だな。あの美術の成績はずっと5だったんだけど、うん、何かを見ながらなら描ける。あ、自分でカンニングは得意。そうそうそう、カンニングは得意。絵のね、あの勉強がないよ。マミチがこう見えてね、すごく頭いいんですよ。こう見えて。いいよ、そういうの。褒めてない。私リス最大の褒め言葉なんですね。そうそうそう。おかしいな、今日は喋んない方がいいかもしれないな。喋んない MC いないと。じゃあそろそろ描けたかな。できた。そろそろできた。お、できた。できた。じゃあマミチがもうちょっと仕上げてる間に、はい、マナミンから第3位からでもいいよ。あ、第3位。第1位でもいいし、第3位からでもいいし。あ、これそういう感じ。第3位からやっちゃえば、うん。じゃあ第3位から。はい。マナミンを構成する3大要素第3位。じゃーん。わかります？これ。これをまとめてほしいの。全部をまとめて。あ、多分わかった、うん。全部をまとめて。分かった。これ特徴的じゃないかな。そう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 。これ全部をまとめて。分かった。全部をまとめて。分かりました？分かんない。分かるよ。まみち分かった？分かった。あ、ごめん。私さっきカンニングした。そう。あ、そうかそうか。分かった。分かる人。はい、え？分かるよ。タイムラインでも、うん、あのタイムラグがあるからかな。あ、そう。分かんない。分かった。分かった。もうちょっと待って。うん、じゃああと3秒。はい、短いな。タイムラグってどのぐらいなんでしょうね。5秒ぐらいかな。これに対しての、いや、うん、もうちょっとあるんだよね、映像。結構あるんだ。じゃあ、Ustream をご覧の皆さん、これ分かりますか？マナミンを構成する三大要素のうちの第3位。てかね、あそこに映ってるかな。あ、これがタイムラグ。でもちょっと、でもちょっと近い、そういう感じ。エヴァ、うるせえやつら。そうエヴァ。マミチ今日も可愛いなっていう。全然関係ない。当たりはある。当たりない。あった。あった。うん、一個あった。お、じゃあ。違う。あ、違う。ちょっと違う。でもこれまとめて言うから。うん、じゃあマミチ正解を。アニメ。漫画。みんな惜しいね。惜しいね。惜しい。あの、当たったからってね、プレゼントがこれ当たるよってわけじゃないんですけど、ね、ただのクイズコーナーだからね。そう、ただのクイズコーナー。漫画が好き。漫画好き。漫画もゲームも。あ、じゃあ今日のね、うん、ほらおすすめの漫画教えてって。おすすめは何？おすすめはルロケンと。あ、やっぱり、うん、そうこれね。ルロケンと犬夜叉と。お、私も好き。ユニコさん。うん、好き。ちょっとまだある。あと、のだめカンタービレとか。あれ見てない。あ、面白いんだ。面白い、超面白い。へぇー。が好き。が好き。が好き。じゃあ、マミチーの第3位を。順番に今日は。適当すぎじゃない？ちょっと待って。でも分かりやすい。これ、多分すぐ分かる。これね、分かんなかったら泣く。マミチーの生泣き姿が見れるかもしれない。いきますよ。ドン。はい。あ会場の皆さん、分かった人？嘘、分かんないの？じゃあ、せーの。言わないんかい。すごーい。分かりやすいね。分かりやすいでしょ。え、ちなみにどのぐらい寝るの？あのね、寝るときは半日とか寝る。だって寝る子は
って言うじゃん。なるほどね、なるほどね。寝るときはね。寝るときはね。寝ないときは3時間とかが続いたりもするけど、もう何もなかったら寝たい。言わないでそういうの。ひどいね、本当にね。あ、そうか。ね、いっぱい寝ようね。いっぱい寝たい。希望、希望、希望。じゃあ続いて、はい、じゃあ第2位を、まなみんの第2位。あ、これも超できてる感じだった。まなみん難しい。違う、絵下手くそなんですよ。そうなの？そう、絵すごい下手。ちなみに、まみちは答え知ってるんだよね。うん、さっき3人見たから、うん、見られた。わかる、わかる。会場の皆さんは現実に戻ってほしい。現実、リアルな世界。ちなみに真ん中は、うん、真ん中は女性で男性、他が男性。そう、男性で、なんかわーって言ってる感じ。あ、一瞬二股かかと思いました、ね、でも、いや、この絵だけで見るとね。でも、あの、マナミンを構成するものだから絶対にないなと思って。あ、分かった分かったっぽい。寝る子は育たないっていうコメントが見えちゃった。ほらほら、あ、一つ、コーラスっていう。あ、違う。惜しい、惜しくもない。惜しくない。あ、残念。惜しくない、そっちじゃない。あ、あ、すごい、分かってる、もしかして。いえ、分かる。私は全然分からない。ここ、手足のこういう感じは関係ある？ない。じゃあ違う。じゃあ違う。なんか雰囲気。雰囲気でしょ？ちびまる子っていうの。違う。じゃあ、ちなみに、当たってもいいよ。そうか、でも三大要素か。三大要素だから。てるちゃんが思ったやつを、じゃあ、ちょっと。あ、でもおかしいね、三大要素。何だと思ったんですか？何だと思ったんですか？おかしい。え、ダンスとかじゃなくて。違う、踊れません。普通には違うって。余計なこと言っちゃった。生き物係っていう。あ、違う。あ、違う。そっか、そういう風に言っちゃうんだね。ちなみに、じゃあ、ヒント、大ヒント。ヒントは、私が活動してる上で、うん、音楽活動してる上で、あざーすっていう方々。ああ、方々。方々ね。方々。わかった、わかった。会場の皆さん、わかった。せーの、ドン。おお、正解。ファンの方や、いつも支えてくれる人たちです。こんななっちゃった。でも前回あの違うアーティストさんが出てくれた時に同じ感じで書いたんですよ。その人はあの米粒みたいに、まれに目だけを返す感じなので、髪の毛が生えてる分、こっちの方がまたね、クオリティがね。そうそう。ということで第2位がねファンの皆さんということで、はい、じゃあマミチの第2位はこれね、クオリティ高いよ。マジで自分で開けちゃった。いくよ、ドンドン。おお、かわいい、かわいい。大丈夫？お、2匹いる。あ、2匹、そうですね。また色が違うのがいいね。ちなみに持ってる、ね、え、あ、持ってない、持ってない。なんか当たった人いるんで。あ、いるいる、周りにいます。私はね、当たるものが何もやってない。さあ、マミチの第2位分かった方。あ、分かったね。まだ言わないでください。答えすぎなので。答えすぎなので。っていうかさ、見すぎな人でしょ。あ、そうか、そうですね。見すぎ。お、ん？ピロリ菌？ピロリ菌。ピロリ菌。KB、コロ先生。ワリパパさん。ワリパパさん答えが出ましたね。キャス。ということで、ワリパパさん正解でございます。正解、スイキャス。最近よくやってるよね。最近やって、昨日ね、初めて平日の12時台にやったの、昼間。昼、結構見てくれた。ちなみになんでその時間にやろうと思った？あの、家で作業してたら寂しくなっちゃって、そう、寂しくなっちゃって、ラジオキャスにして作業しながら、ただコメント読みながら喋るっていう。あ、私ね、あれ知らないんだけど、映像なしでもできるんですか？できる、できる。そうなの？え、それならやりたい。私基本ラジオキャスで映像なし。そうなんだ。なんで映像なしにしたの？昨日はお化粧してなかったから。ああ、大丈夫、化粧しなくても大丈夫。マムチの化粧してない姿も私ね、バッチリ見てるけど大丈夫。結構いつも見てるよね。そうそう、いつも見てる。いつも見てる。そんな変わらないと思う。ああ、そっか、ラジオキャスね。ラジオキャスやって。面白い。ちなみに、つなみに。つなみに。どうした、どうした。かみ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 。ちなみに、うん、あの、いつやるかっていうのは
決めてない。一応定期配信が毎週月曜日、うんうん、で時間はその日によって違うんだけどってやってるんだけど、昨日もマミムなんだっけ、そうマミムメモラジオっていう名前で毎週月曜日に配信してるんですけど、うんうん、昨日もライブだったし、ここ、うんうん、そうライブだったし、うん、先週もできなくて、うん、だそういう時は振り替えで定期配信分は振り替えで違う曜日に。昨日月曜日だ。そう昨日はただ気まぐれで配信しただけ、うん、あ、そうなんだ。定期配信と別にやりたくなったら急にやる気まぐれ配信っていうのが、私気まぐれって見たそう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 、見つけた。あ、そうなるほどね。ちなみにまなみんはキャスとかはやったりする？あ、登録だけしてるやろうよやろうよ、きっとね見たい人がたくさんいると思う、うん、すっぴんでも受け入れますっていうね、ありがとうございます。ね、ほんと。じゃあ第1位を、あ、これはね多分すぐ分かるな。まみちんのも簡単？あ、もう簡単。本当？でもなんか絵がよくわかんないけど。じゃあまみちから。私からいきますよ、うん、せーのドン。あーあー、うん、絵うまいよね。うまい。いや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 、わかる。でもこれ多分どうとでも撮れるよね。そうだね、そうだね。あー、ええ、なんでしょう、なんでしょう。いや、この多分これはわかるね。ほら、わかる、うんうん、わかる？わかる？だってマミチーのこと大好きだもん、みんな笑ってる、笑ってる。え、ちなみに、あ、コメントが。そうですね、しかも今ここにいる方からですね。そうね、そうね、うん、ライブかなっていうコメントが入ってますが、いえ、正解です。正解、おー、ライブ、すごいね、漫談って。漫談？漫談って聞いた人よ。漫談ギターマンダン、どこかにいたな、そんな人、ね、マンダンじゃなくライブ、ライブですね、うん、やっぱり1位はライブ、ライブが多いですね、うんうん、そう今まで1ヶ月に4本とかがのペースだったの、ライブが。今年に入ってから1月2月3月は10本以上ライブをしてて、うん、自分の中では結構一個一個のライブに力を入れてやってるので、うんうん、生活の中心になってる、うん、ちなみにどのぐらいやってます？私は月 4、5本。ああ、4、5本の時って休めるじゃないですか、うん、休みの作り方とか、うん、10本以上になると休むタイミングが減るでしょ、うん、減る減る。だから睡眠が減る。あ、そうなのかな。いや、うん、まあ、ライブが月に10本以上あるじゃないですか、うんうん、その中でツイキャスをめっちゃやってて、そっかそっか、ライブがなくても何かしらみんなの前に顔を出そうと思ってやってるから、うんうん、どっちかは、そう、人のツイキャスに遊びに行ったりしてるね。そうね、そうね、そうね、そう。だから、うんうん、まあどっちかはやってると思う、多分ツイキャスかライブか。なるほどね。それがまみちを構成する三大要素ということで、はい、まあ、自分の構成要素もライブだなってね、コメントも入ってたりしてますが、いいね、いいね、うんうん、では、まなみんの出しづらい、まなみんの第1位を分かりやすいよ、これは。ドン。ああ、出しづらい。ああ、これわかる。これわかる。ね、わかる。わかるね。ね、そうそうそう。そうよね。コメントちょっと待ちましょうか。え、もうこれは結構いく。いく。なんで今なんか外国人みたいな。いく。うん、そう。マミチも行ったりする。私は。うん、まあ打ち上げとかだったらって感じかな。うん、来た誰か。お、来た。なんか違うの。違うの来たね。お好み焼きっていうね、コメントが。残念、ね、これ違うね。あ、来ましたね。来た、うん、結構来た。お、マナミンと肉は切り離せない。そうなの？そうなの？確かにイメージ強いね。そう、強いね。あ、そうなの？てか、MC 中もバンバン言うよね。たまに言う。ライブの MC 中。肉、肉って誰か誰か色黒な顔の人って聞いた。顔に見えるかもね。ああ、顔じゃないですよ。じゃあ一番最初にコメントで正解をくれたのは美和さんかな。あ、美和さん、うん、焼肉ということでね。焼肉が大好き。大好き。大好き。多い時は週に3回え、すごい。それはすごい。食べる。うっそ。え、あ、ちなみに焼肉に行ったら野菜も食べるんですか？野菜はほぼほぼでも野菜の比率が少ないんですよ。ピーマン、その程度って感じ。ほんのこんな感じ。
本当に好きなんだね。本当に大好き。しゅうさん、一人で行ったりは、うん、あ、ない。さすがに一人焼肉はないですね。行けない。行けない。じゃあ友達とかと、友達と一緒に。うん、週3回すごいよね、週3は、ね、週1は食べるでしょ。食べない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 週1食べるでしょ。当たり前みたいに言われたけど、え、毎日どのぐらいの割合で食べに行く、まあ、月1行くか行かないかじゃないかな。そうそうそう、いやいや週3行くじゃない、うん、ずっと同じ友達なわけじゃないよね。違う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 けど、たまに週3一緒の人もいる。すごい。お店も変わるか、も変わる。でも大体行くお店は決まってる。大体、うん、決まってます。じゃあもう常連みたいな。常連あみたいな。すごい。え、もう本当に肉目的？もちろん。他に何がある？例えばね、そこの焼肉屋さんにすごいイケメンの店員さんがいるとか。店員さん目当て。そうそう、じゃなくもう肉も見てない。お肉は見てない。メニューは気になる。素晴らしい。あ、そんなにお肉が好きなの。大好き。だからぷくぷく太る。そうでもないよ、うん、え、ちなみに焼肉が好き、お肉が好き。お肉、うーん、焼肉が好き。焼くのが好き。焼肉が好き。へー、なん、いつから、いつから、うん、いつ気がついた時にはもう高校3年生ぐらいから。すごい、ずっとずっと。だって焼肉って、うん、週3でなかなか いけない。いけない。頑張れば、頑張れ。ね、私、うん、私こっちの問題。そっちもある。マミチも？それもある。マミチもちろん。安いところ行く。いや、でも安いって言ったって。ね。安いって言ったって。どうしたの？どうした？すごい。そんなね、肉が大好きな、うん、あのマナミンと、うん、どっちかというと。音楽どっぷりなマミチと。そうですね、今年入ってからは特にねえ、うん、なんか音楽だよ、ね、私も音楽なんだ。なんか肉だって、だってさっきあの肉と切り離せないって、うん、あ、そうなんだ。でもそのお肉があるからライブも頑張れるんだよね、きっとね。そうでもない、それは別そうなの、ね、別マミチは中継があるからライブやるのかな、頑張れるの。別、いや、ツイキャスは楽しいよ。ツイキャスがなくてもライブある。息抜きみたいな感じにもなるのかな。うん、うん、気軽にみんなと話せるし、いい、ライブだとだから物販の時しか実際喋れないから、ね、しかも時間がね、限られてるしね、うん、一人一人の。そっかそっか、焼肉をみんなで行くとかはない。一回もない。まあ行かないですよね。そんなにね、いっぱい食べたいのにね、うんうん、食べてる姿見られたら、ね、テンション上がりすぎって言われてるよ。本当だね、焼肉番組みたいで。いや、今度ね、よく行くところを聞いたら、うん、会っちゃうかもしれないから、うん、なんかおすすめのね、うん、焼肉屋さんとかをね、気になる方はね、個人的に聞いていただけたらいいなって、はい、思うんですけど、いいですか。仕方ない。めっちゃ上から、めっちゃ上から。仕方ない。いや、なんか意外とね、このコーナーをね、長くやったんですけど、うん、楽しかった。うん、よかったね。ね、よかったね。よかったね。ってことだ。パルヘジアの総合プロデューサーが、うん、よかった、ね。めっちゃ、びっくりした。いや、グダグダになんなかったじゃん、意外と。うん、あ、グダグダ、グダグダ前提みたいな。いやいやいや、あ、書いてる書いてる、最初文字で、最初文字で書いてる、最初ちゃんと書いたんだよ、文字で。そうね、そうそう。まあ、ということで、まあ、三大要素を教えてもらったところで、神わざとでしょ、それ。いや、もうなんか焼肉食べたくなっちゃった。食べたくなっちゃった、刺激された。そういい肉あるよ。ここいい肉あるらしい。ただね、今日火曜日だから食べれないんですけど。定休日だったね。そう。ここね、いわゆる焼肉屋さんにある換気扇みたいな、ゴーッとするやつがないから、一、はいはい、回やったことあるんですよ。へぇ、ここで。ただ、前見えなくなっちゃった。煙で。煙で。それは大変だ。自然なスモーク。そう、脂身が多いやつだから、なおさら煙で。あ、うーん。脂身多いのと少ないのどっちが好き？最近脂身多いの食べれなくなってきた。あ、そうなんだ。
パン塩とか。あー、まあ、美味しいよね。すごく美味しい。脂身大好き。あ、そうなの、うん、大好き大好き。えー、いや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 でもちょっと待って、若い、あれ年はあれ公表して、年は公表してる。いや、私が一番上ですよ、ね、こう見えて、こう見えて、自分で言ったね。こう見えて、そう、29、うん、おお、あれ、私29ですよね。そうそう、そうそう、合ってる合ってる。もうなんか自分の年齢が分かんなくなっちゃって、29歳なんですよ。見えないね。ね、見えない、全然見えない。さっきからね、このあのパーカーの紐が虫かと思ってね。びっくりした。え、マミチが26。あ、6、27。お、あ、あ、おー、どうしたどうした、この通りだな。そう、この通り。そうは見えないのはどうしてでしょうね。あの、私の持論なんですけど、音楽をやってる人って若いな、うん、あ、それは思う、ね、で年を取らないような気がする。なんでかなと思って、不思議。見られてるからかな。あ、それもあると思う、うん、それが大きいのかな、うん、えー、だとしたらさ、いいね。めっちゃ面白いな。いや、もう思わない、思わない、もう思うよ。だとしたらいいねって。ねえ、年取らないってことよ、うん、素晴らしく。取らないわけではないよ。取らないわけではないけど、周りの同年代に比べたらちょっと若く見えるっていう。そう、ね、ちなみに小さい時は年を上に見られてたタイプ、下に見られてた。見られてた。上に見られてたかも。あ、私わかんないな。年相だったかな。多分身長かな。え、え、そこ。なんか身長もあって、うんうん、あ、まあ、でも大学卒業するまではコンビニで年齢確認はされた。うん、あ、そうなんだ。お酒とか。お酒とか。あ、うん、そうなんだ。いや、されると思うよ。うん、もうされないよ。あの顔見たらやっぱりね、あのちょっと大人の女性の顔してるから。そうかな。そうそうそう。でも今の小学生とか大人だよね、見た目ね。なんか私より大人っぽくて、背も高いしね。そうそう、背高い、背高い、背高いって。確かに、そうね、そうね、そうね、本当そうよね。えぐり、えぐり。いや、ちょっと前まで小学校4年生の平均身長だったの、私が。小学校4年生したら、もう今年は小学校3年生の平均身長になって、そう、みんな高くなってて、みんな平均が上がってる。そう、平均が上がってるから、私小学校3年生の平均身長です。でも、マミチにじゃあ朗報。私ね、最近久しぶりに会うアーティストがいて、背伸びたって聞かれて、うん、実際に背が伸びたような気がするの、うん、だからね、たくさん寝たらいいと思う。測ってはいないの？測ってはいない。気がするのね。そう。でも私の、あのお連れのね、うん、あの方がね、そうそう、うん、コッペ氏っていう人がいるんですけど、もう背伸びたなって。へー。まあ、ただそれおじさんだからね、縮んだっていうのもあるかもしれないですけど。キャベさんが縮んだ。そう。でもね、寝ることはいいよ。睡眠は大事だよね。そして焼肉を食べる。そう、大事。大きくなるかな。なるか、確証はありません、うん、いや、ということで、ということで、まみちランドセル背負ったらバレないかも。バレるバレる、さすがにバレるよ。まあ、あの今日はね、あのだいぶお話をねゆっくりさせてもらったので、うん、このまんまだいぶに行くのもいいかも。はい、あのそれこそコーナーに行っちゃうとグダグダになるので。なるほど。なんかゆっくりライブをしてもらうのもどうかなと思ったんですけど、でちょっとあの個人的なトークを挟みつつ、 MC を挟みつつライブをしてもらうのもいいかなと思ったんですけど、いいですか？はいはい、はい。じゃあ、あれ、さっきまなみが先だった。私から。じゃあ私から、まみちから。はい、行きます。じゃあ、マミチーから準備をよろしくお願いします。お願いします。お肌にもいいよねっていうコメントが来てる。睡眠のことかな。睡眠、焼肉、焼肉かなね。睡眠だよ。え、ちなみに今週はまだ行ってないね。昨日嘘。
プだからあれなんだけど、うん、あ、まあ、昨日食べた。ちなみに焼肉行ったら、それは、うん、時間制限付きのやつ、それとももう食べ放題とかじゃなく、昨日は単品で。わお、リッチ。まあきっとね、ミュージシャンだから、うん、ミュージシャンだからって一括りにするのもあるんだけど、自分のお財布と相談してね、いいところに行くんですよね、その中で一番高い。味って違う？全然違いますよ。ちなみに何店舗くらい行ったことあるのか。地元が町田なんですけど、うん、そう、町田の中はもうほぼ行じゃあ私も町田よく行くんですけど、そう、ライブをしにとか、ラジオをやらせてもらったりとかで町田に行くんですけど、私同じ店行ってる。絶対多分そうなんだ。安いから始まるとこ。あ、そこもだって。あ、もう鉄板。そこはそう。平日何？ランチ500円。あ、そうなんだ。あ、詳しいね、やっぱり。ね、すごいすごい。5時までランチ？すごい。ランチの時にも行かない。行かない。あ、違う。ゆっくり行ける。ゆっくり。夜に行ったりすることが多い。皆さん探さないでくださいね。まだまだマナミを見つけても美味しくお肉を食べてもらうためにこっそりと見守っててあげてください。お願いします。こっそり肉をね、お裾分けとか。それいい、それいい。最高よね。それいい。あちらお客様から。いい、それ。いいね、それ。あ、私も単品とか頼まないでずっとこれ待ってようかな。今日はここのお店に行こうと思います。誰か来る人みたいな。きっと誰もね、そんなことしてくれると思わないんだけど。じゃあ、まみちの準備が、あ、今そろそろ聞いてました。準備は OK でしょうか。大丈夫です。それでは、まみちのライブをたっぷりとお楽しみください。よし、気合を入れて。え、喋っていいの？あ、でも喋り始めると私トークショーになっちゃうんでやめとこうかなと。それはそれで、あ、別のところでやります、それは。さっき1曲目にお届けしたのがおやすみという曲で、ファーストアルバムの中からお届けしました。次に歌う曲は去年の12月にリリースしたセカンドアルバムの中からお届けしようかなと思います。ちょっとライトのあれで、喋っていいの？この曲はですね、最初違うタイトルでみんなの前に発表したんですけど、アルバムに収録することになって書き直したんですよ。歌詞も書き直したし、タイトルも変わって、ありがとうございます。え？これ他のギターよりちょっと小さめのやつなんですよ。ボディも小さいし、ネックもこのここも違うよ。ここもちょっと細いんですけど、でもこのギターはね、見た目替えしたの。いろんなギターを持ってみてしっくりきたのがこの子だったので。では出会いという曲聴いてください。
させてくれたら、もうそれだけでもいいから、大丈夫、終わるべくして終わった、そんなことは分かっているけど、君は今でも輝いて、時が流れようとも、季節繰り返しても続いてゆく、ありがとうございます。ここで MC をすることがあるなんて、告知はね後でゆっくりするとして、本当に私そんなゲストで5回も出て MC を3回もやっています？本当ですか？初めて来た時のことをね覚えているんだよ私は。あの七夕スペシャルにですね、何かのそうイベントの時にね、なんとかスペシャルの時にだいたい呼んでいただいてですね、私はそう七夕だしと思ってジンベエ着てきたんですよ。ゲストだったんだけどね。そしたらみんなすごい普通の服でMC の方もすごい、はい、言っちゃうんだそうですね、みんな普通な格好で私だけジンベエだったっていうのも覚えてるよ、今でも覚えてます。その後もそう散々言ってた、みんなえなんでみんな着ないのってなって、後で着替えるのかなと思ってたのに誰も着替えないっていう、そう、そんな1回目からもう1年半とか経つってことですよね。そうですよね。うわー、その時ギター弾いてましたっけ？私ギリギリ弾いてた。あーなるほど、そうですね、この子買ってもうすぐ1年半なんですけど、もうギター始めてそれぐらいっていう感じですね。そう、音楽始めてからずっとサポートでギターを弾いてもらって、私はハンドマイクでずっと歌ってたので、そうですね、ファーストワンマンライブで1回だけ弾いてそこで封印したんです、1回。そう、借り物のオベーションを1曲だけ弾いてやめたんですよもう私ギター弾かないって言って。あんまり歌ってないかな。ツイキャスだとリクエストがあれば歌う感じかな。そう、初めて作詞作曲したあなたっていう曲を歌ったんですけど、そうですね、もう歌ってないですねその曲もね。最近はこうやってギターを弾くのが普通になってきたけど、あの時は
もう緊張してね、覚えてないんだよね、どういう風にやったのか、ワンマンライブね。だけど今はもう、去年はねワンマンライブ3回もやりまして、その中でもギターいっぱい弾いたし、今年入ってからは一人のライブがすごく多いのでギターたくさん弾いてますが、この先どうなるか分かりませんよ分かりませんよ、身を覚めといた方がいいですよ多分。そうということで最後1曲歌って終わりにしたいと思います。さっき歌った出会いと同じアルバムの中からですね、大切な友達のために書き下ろした1曲聴いてください。 To You。楽しみいただいたんですが、じゃあマラミン準備をよろしくお願いします。はい、ああいう感じで、普通にライブみたいな感じに、はい、していただいて、はい、もう一回ですね、ハッシュタグプレゼントのハッシュタグを皆さんもう応募はできたかな？じゃあ言いますよ。言いますよ。ハッシュタグ
みんなカミカミ泉まみなんか面白いね、早口言葉みたい。これ入らないですよ、早口言葉みたいっていうのは。もう一回、みんなカミカミ泉まみ黒瀬まなみすすねがお届けしてます。びっくりマーク以上でございます。今日は短めなので、短めですね。あのコピペじゃなくて打ち込んでも間違いはないかと思うんですが、ツイッターと連携連動だけさせてもらうように、間違わないようにしていただけたらいいなと思うんですが、はい。まなみんマイク大丈夫？うん、大丈夫。さっきの、ね、あのテレちゃんがね、手に応援してたから。さっきポッて一言言ってくれたの。すいません。だってマラミン初登場だから、ね、初登場なの。申し訳でも次から大丈夫、うん、はい、もう大丈夫です。入ってるね。はい、それでは準備は大丈夫、てるちゃん準備は大丈夫。それではマラミンのライブをお楽しみください。はいはい、とか言っちゃって。皆さんこんばんは。改めましてありがとうございます。ロックシンガーソングライターの黒瀬まなみです。今日はパルヘジアで大丈夫ですかね。パルヘジア初登場ということで、なんかいきなり焼肉ガールみたいなね、すごいね話しちゃったんですが、ちゃんとロックシンガーソングライターとして活動してますのでね、今日は初めてご覧の方も名前だけでもいいので覚えてくれたらと思います。次に歌わせていただく曲、リスタートという曲で、この曲は何かにつまずいたり、何か新しいことを始めるときってみんな多分ドキドキとか不安があると思うんですけど、そんなね方に向けてちょっとポンと背中を押してあげられる曲になったらいいなと思って作りました。聴いてください、リスタート。一二で一二踏み出したものか、指の空いたスルリと消えてた。君のことだから周りに心配かけないよう笑顔を作るでしょう。泣いたっていいよ、わかってるから、私の前ではもう強からないでよ。止まった時間を動かして、ここが終わりじゃないから、ゼロからのスタートでもそんな悪くないんじゃない。一緒に行こう、まだ見ぬ世界へ。大きな壁ができたとき、何度だって乗り越えてくれた。悔しい思いをしてきた君に降り注いでゆく柔らかな何しても結局何も生まれやしないから、現実をぎゅっと抱きしめて受け入れてほしい。閉ざされた扉は開くから、全ては自分次第なんだ。君は立ち上がる術を知っている。深い闇の底に沈んだ絶望の昨日に、ほら勇気を出してさよならしよう、未来が待っているから。止まった
さあ時間を動かしてここが終わりじゃないからゼロからのスタートでもそんな悪くないんじゃない、一緒に行こうまだ見ぬ世界へ、ありがとうございます。リスタートという曲でした、うん、じゃあちょっと移動します。お待たせしました。え？これがすごくずれてる。これでいいのかな、なんかあ、OK だ、あっちが、あ、そっか、本当はね、私も実はギターを弾くんです。そうなんですけど、最近もうなんだろう、ピアノでライブすることももちろん増えてきて、持ってきてない、うん、そうピアノの方が実は好きだったりして、そう習ってたことがあって、ピアノでこうなんか弾いてたり適当にね、こう踏んじゃったとかね、だからこういうのやってるとなんか原点に帰れるじゃないですけど、なんか小さい時になんか無我夢中でピアノを弾いてたことをすごく思い出して、なんか改めて音楽って楽しいなっていう風に思ったりするんですね。だからこうやってピアノで音楽を伝えるっていうことがすごく好きで、今日は一曲最後にサンダーソニアというね、私のなんだろう、代表曲になって、嬉しいことに代表曲になってきていて、ミニアルバムの最後の、最後じゃない、最後から2番目ぐらいに、でちょっとド忘れしちゃった、最後から2番目ぐらいに収録されているサンダーソニアという曲を最後に披露したいなと思うんですけど、この曲は誰かの幸せを願った曲なので、今日はね、見てくれている皆さんの幸せを願ってこの曲を心を込めて歌いたいと思います。聴いてください、サンダーソニア。
別れる日が来てもあなたのそばに大切な人がいるでしょう。小さな体、小さなその手をこんなに大きくなったね。次はあなたの愛する人のそばにいて愛をあげてね。ありがとうございました。私だ。そうだよ、そうだよ。じゃあご勘弁ください。はい。マルチが代わりに MC、 MC 的な。お、なんか今言わなきゃいけないことはある？なんかタイムライン、そうですね、タイムラインを読みましょう、はい、あ、みんなちゃんとハッシュタグつけて書いてくれてる、ありがとうございます。ありがとうございます。すずねちゃんが歌ったらちょっと話したら抽選になるので、今のうちにハッシュタグつけて書き込んでおいてください。一回書き込めば大丈夫だからね。何回もハッシュタグつけて書いてる人がいたけど、そう、一回書けばもうこちらで名前をメモしてね、抽選のに入りますので、よろしくお願いします。本当癒される、本当歌は魔法だねってなんか言ってよなんか言ってよ、ちょっとそうですね、そうですね。サンダーソニー、あ、ちゃんと書いてくれてる、嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。ん、素敵って。お、町田の子頑張れだ町田の子、町田の子になってる、面白い、面白い。私とマナミンはさ、いつから繋がってるの、うん、いつだろう、去年、もっと前、もっと前じゃない多分。あ、そうだよね、だってあれだもん、ヒットガールでしょ。ヒットガールって、もあれで、あれが最初、あれが最初だよ、最初だよこれが最初か、あれが最初だと思う。同じテレビ番組に出演したんですけど、その時のグランプリなんですよ。おー、なんか勝ち抜くような、1日1アーティストずつあのスタジオでライブができたんですけど、年末だったかにその今まで出た女の子を集めて、で人気投票みたいな、で当日あの審査員がいるところで、人気投票上位3人だったっけ、3人、あ、違う、もっといた、6人、そんなに歌ったっけ、歌ったよね、うん、6人ぐらい歌って、その中で審査員の方が点数をつけてグランプリ。もっとちょうだいよやだ、 PV 作ったね、作った曲もね、あの時作って、まあ、PV 作ったよ、髪の毛とかめっちゃもう刈り上げ状態みたいな感じになってやばかった。いや懐かしいな、あれもうだって何年前、何年前だ、2年ぐらい経つんじゃん、もっと3年、もっと前、3年ぐらい、3年前、じゃあ私音楽始めてすぐの時テレビ出たってこと、多分、わお、多分あの時私本名で出てたんですよ。あ、泉は本名じゃないんですけど、え、そうだっけ、そう、みんな知ってるから普通に言うけど、そう、私知らないよ私の、あの、六本木のヒットガールで検索したら私の本名が出てくる、検索しよう、検索しよう、あの、私のそこら辺に紙にメモっといてください、六本木ヒットガール絶対忘れるから、いやいや、準備はいいですか、よくないよ、まだよくない今準備はいいけど心の準備がいや、なんか動揺しちゃった、マイク、名前の話、うん、本名じゃないの、泉じゃないです、初めて、私ずっと騙されてた、騙してないよ、騙してない、騙してないよあ、そうなんだ、そう、あまりなんか触れたこともなかったからね、名前ね、うん、本名、別にね、本名何って、すずねちゃんは本名なんだよね、そうそうそう、
田中って言うの知ってる知ってるじゃあ歌いたいと思います。悲しみにさよなら。残した
とうございました、悲しみにさよならでした。じゃああれだね、あれだ、戻っておいで。うん、そうするすずねちゃんがね、準備するときにね、椅子にドカッと座る姿が男らしいですねあのね、最近ね、うん、衣装を変えたのよ、っていうのも、うん、白い T シャツ、自分の名前が書いてある T シャツがあるんですけど、うんうんうん、オリジナル T シャツね。そう、ライブ中に他の人が演奏してるときに、ピザを食べてたの、ピザトーストみたいな、うん、まあ、電気ついたらここ汚してて、シミになって着れなくなったっていう、うん、あ、もうないんでしょ、でも。そう、だからまた新しくそのうち作ろうと思った。そう。で、はい。で、はい。じゃあ、改めてですね、いろいろ書いたよね。書いた。ライブの告知とかをしてもらおうと思うんですけれども、うん、じゃあ、まみちから。はい。私の明日以降のスケジュール、こちら。ドン。ドン。今日はさ、うん、無計画に書き始めたけど、4月末までのやつすごいぴったり入ったの。おーイエーイ。でも、はい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 、4月25日間違ってる、間違って5月に書いてるけど、そこはそうです、画面に3月25が、そう、日付と場所だけでも見えるようにと、うんうん、ちょっと太いので書きました。4月11が推しイベント、4月11日は企画イベントをやります。この日はですね、川崎にありますセルビアンナイトというところで、350人ぐらい入るんだよ。そこで企画イベントやります。タイトルが Dear My Friends、 親愛なる仲間と贈るプレゼントということで、私が仲良くしていただいてるアーティストさんをですね、ゲストボーカルで7組ほど お呼びして、私のバックバンドシェアしながら、コラボのシーンを作ったりとか、オリジナル歌ってもらったりとか、いろんな、ライブをしながらですね、6時半スタートなんですけど、音止めが7、8、9、9時半ということで、3時間みっちりやろうかなと、おとどめまで。そう、というイベントを企画しております。チケット3000円ですでに発売中ですので、ぜひよろしくお願いします。それからもう一個だけ、4月からなんと川崎 FM にてラジオが決まりました。ツイッターのプロフィールのところにずっと、そう、ラジオの仕事がしたいって書いてたんですよ。やっと今年になって夢が一つ形になりましたので、毎月第2金曜日の夕方6時から生放送になりますので、よろしくお願いします。これ見にも行けるんだよね。そう、当日武蔵小杉にあるスタジオから生放送なので、観覧もできますので。じゃあ私近いから、来てくれるの？ぜひ。毎日って移動する。あれだ、ゲストとかって。あ、ゲストはまだね、決まってないんですけど、今のところの番組構成だと私が一人で喋り尽くす予定です。おそう。まだ内容をね、ちゃんと、そう、30分です。発表してないんで、あんまり詳しく言えないんですけど。ね、4月から。そう、よろしくお願いします。初回が4月の10日の金曜日です。あ、ちょうど。そう、企画の前日にやりますので。よろしくお願いします。以上。以上？うん。あれツイッターとか書いてないの？書いてない。アメブロ、ミクシー、ツイッター、フェイスブック、オフィシャルウェブサイト全部ありますので。泉まみで検索。そう。漢字では泉、ひらがなでまみ。これね。カタカナだと、あ、でも最近カタカナで検索しても私が出てくるようになる。引っかかるんだよね。そう。ごめんなさい、間違えました。いや、とんでもない、とんでもない。あれ、新潟出身147センチって検索しても出てくるかな？え、やったことない。やったことない。え、みんながスペース入れて、泉まみと一緒に検索してくれたら、ねね、出るようになる、出るようになるかもしれないから。ね、いろんな文字でね、検索してみてください。146.5 センチじゃなくていい。146.8 なんだ、本当は。本当は。マジか。そう。マジか。ぜひよろしくお願いします。あ、続いて、まなみ。私は次回のライブがなんと今週の日曜日です。3月22日日曜日、地元ですね、町田のターミナルプラザというフリーライブです。で、3時20分から3時45分まで歌います。ぜひぜひ来てください。それと、結構いいですか？もちろんもちろん。あとはインストアライブ情報も載せます。なんか最初、なんか気軽に来ていただきたいので、さささ噛んじゃうよ。4月ですね。もう4月の5日と26日にイオン狭山。狭山。狭山。そう。狭山ってどこ？埼玉。埼玉。埼玉です。
で次はイオンタウン、イオンタウン守谷さんというところでも歌わせていただきます。守谷もどこだっけな、茨城、茨城です、うん、そう、ちょっと遠出します。ぜひぜひ来てください、うん、ということです。なんて検索したら出てくるの。こんな感じ、ロックシンガーソングライター、そう、黒、違う違う黒瀬は漢字で、まなみはカタカナで検索していただければ出てきます。ツイッター私もやってます、ブログやってます。ぜひぜひ気軽にフォローしてください。ありがとうございます。イエイ。じゃあついでに私も告知をさせていただきます。キンキンのライブがなんかもう訳が分からなくなってるので、キンキンのライブを、あの大阪の坂の字が分からなくてですね、これから行くの、あのどっちだったから、でも昔それ使ってた、あ、そうなんだ。だって坂って2つあるじゃないですか。そうそうそう、赤坂はこっちでいいんですよね。あの明日から大阪と京都なんですけど、今日の夜に出発して大阪に行きたいと思います。はい、あのキンキンはこういう感じでやっておりますので、どこかで会いに、どこかでって無理よね、大阪とかはね。わかんない、大阪の人見てるし、お、じゃあ大阪の人ぜひぜひ、ついででございますが、あの来ていただければ嬉しいなと思います。あとの他のですね、ライブたくさんやってますので、ライブ情報などなどは、あのここも間違えました、あのそのまま使うっていうね、なんかこう、これで検索していただければ、 Facebook はすずねオフィシャルファンサイトっていうもので、ライブ情報を載せてます。あとすずねミュージックで検索してもらってもライブ情報が出てきますので、ぜひぜひ検索してやってください。ということで以上告知でございました。じゃあここからは、イエイ、当たるよ。お、まだ、ね、お、あ、ねえねえねえ、一個だけ言っていい？いいよ。今書いてくれたんだけど、うん、新潟出身147cmで検索したら、私のオフィシャルウェブサイト一番目に出る。すごくない？すごいすごい。すごいすごい。すごいすごいわ。言ってみるもんだね。言ってみるもんだね。じゃあ、147cmで検索しても出るようになりたい。あ、それだけで、それだけで出るようにか。新潟出身だけど。頑張らないとね。ね、でもね、名前がね、いろんな単語で ね、うん、そうだよね、出てくるようになったら嬉しいね。おお、じゃあ私は、シンガーソング漫談師、違う違う、無謀無謀あの、北海道出身で6月に上京してきたんだけど、もうすぐ出会って、最初、スズメと書いて無謀と読みますっていう自己紹介をしてて、うん、ここ笑うとこだよ私の心象で終わっちゃった。引っかかんないです、引っかかんないです。あ、みんな検索しろ。いやいやいや、そう、みんなしたら引っかかるようになるよ。わみちすごいなっていうね、コメントがあってるけど、そうそうそう。じゃあ、プレゼントに行ってもいいですか。じゃあ、はい、プレゼントもう一回、じゃあ最後に確認しますね。ハッシュタグ、皆さん覚えてますか。ハッシュタグ、みんなカミカミ、泉、マミ、黒瀬、マナミ、すずねがお届けします。びっくりマークまでちゃんとつけてくださいね。で、今日が当たるもの、宴さん提供のインチキマンションのお笑い CD と、クラブパルヘジアのステッカー、そして宴さんの、コンピー CD のポスター、そう、こちらですね。そして、松澤春菜さんのサイン入りオリジナルステッカー、そして番組で使用したですね、まあ、私のいらないかもしれないけど、こういうスケッチブックと、終了後にですね、あの3人で集合写真を撮りますので、その集合写真にサインを書いて、あのプレゼントしたいと思います。今週プレゼントの抽選をするのは初登場、マナミン。さあ、マナミンにかかってますよ。いくよ。なんかある？ないないない残念ながらない。いくよ、1枚でいいの？1枚、はい、1枚だけ。いきます。誰かな、誰かな。ジリリン。お、お、おお、ここに、お、ここにいます。いる。じゃあ、読み上げてください。どっち？こっち、こっち、うん、せーの。あ、せーのじゃない。せーの、せーので見たい。はい、当たったのはのんたさんです。イエーイ、おめでとうございます。あの、一応こっちにも向けて。はい、のんたさん、のんたさん、おめでとうございます。
じゃあプレゼントを後ほどお渡しいたしますので、お待ちください。直接ね、お渡しができる。まさかびっくり、まなみんすごい。じゃあ、準備するので、じゃあスケッチブックを。あ、サイン入ってない。はい、書いてないです。あ、じゃあそれからです。ではでは、ではでは、読み上げ。そうね、そうね、うん、じゃあ番組のご覧いただいてタイムラインにコメントをいただいた皆さんのね、ご紹介をここでしたいと思います。適当に取って読み上げます、はい、風人さん、ありがとうございました。ありがとうございます。アロさん、ありがとうございます。ベジータさん、ありがとうございます。藤丸さん、ありがとうございます。あっちのカメラ。マリパパさん、ありがとうございます。エビナさん、ありがとうございます。ありがとう。ミワさん、ありがとうございます。ありがとうございます。かきかきそばたさん、かきつばたさん、かきつばたさん、ありがとうございます。カタカナが読めなかった。スマイルミッキードリームさん、ありがとうございます。ミッキーさん、ありがとう。マンタさん、ありがとうございます。おしあんさん、ありがとう。アッカさん、ありがとうございます。ありがとうございます。バンダムさん、ありがとうございます。新村さん、ありがとうございます。パルヘジアさん、ありがとうございます。イエーイ、ありがとう。すすむさん、ありがとうございます。スカジーさん、ありがとうございます。うまきちさん、ありがとうございます。空色さんでいいのかな、ありがとうございます。すずれちゃん、ありがとうございました。もえちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。リアルタイムホットワードさん、ありがとうございます。みーさん、ありがとうございます。のんたさん、ありがとうございます。みゆんぼさん、ありがとうございます。まさのすけさん、ありがとうございます。博士太郎氏、ありがとうございます。まなみん、ありがとう。本物さん、ありがとうございます。岡田さん、ありがとうございます。ずんじさん、ありがとうございます。はい、泉まみちゃん、ありがとうございます。ひろさん、ありがとうございます。ラスト、ラスト、なべちゃん、ありがとうございます。じゃあ、ここで番組告知をさせていただきます、はい、クラブパルヘジアは毎週火曜日夜8時から西武新宿線伊予木駅南口徒歩すぐの中華料理屋さんチャイナスクエアにて配信しております。観覧無料、ワンドリンク500円です。火曜の夜はみんなで楽しい夜を過ごしましょう。自分の右斜め下を指さしてそこ読まないと括弧で書いてあるからね、本当は読んじゃいけないんですけど。パソコンでご覧の方はこちらのいいねボタンやツイッターを押してください。多分そこら辺を探していただければあると思うんですけど、右斜め上と左斜め下を指さしてチャンネル登録もお願いします。そして番組からの告知が2つあります。まず1つ目はチャイナスクエア第1回弾き語りコンテストというものがございます。出演者を絶賛募集中でございます。グランプリはなんと賞金5万円。すごいな、出たいな。私たちは出れないらしい。そうなの、うん、詳細はチャイナスクエアのホームページまで。応募締め切りを1週間延長し、今週末3月22日が締め切りとなりました。5月4日が本選となります。ぜひご応募ください。そして2つ目、4月からの週番組週替わり MC が決まりました第1火曜日は滝沢さとみさん、第2火曜日はミュージコさん、第3火曜日はひろみんさん、第4火曜日はパナエさんです。滝沢さとみちゃん、滝沢さとみかっこかっこアイラって言っておかないと。かっこ、最近解明されたんですよね、確か。第1火曜日が滝沢さとみさん、かっこアイラさんでございますので、はい、お間違いのないようにということで決定いたしましたので、4月からの新 MC にもご期待ください。そっか、私3ヶ月間お世話になりました。お、そうだそうだ。それでは最後に番組をご覧いただいた視聴者の皆様に、ゲストの皆様から一つ一言ずつコメントをお願いします。じゃあマミチーから
はい、私から。すずねちゃんの MC がなんかこなれた感じになってて、そしたらもうおしまいか。そう、おしまい。残念だね。またここで出会ったので、そう、ね、そう、またここで一緒にできたらいいなと、うん、そう、ここで初めて会ったんですよ。上京してまだすぐの時、そう、すぐの時に会ったので、すごい素敵な出会いがたくさんあるバルヘジアさん、前回200回記念の時ちょっと来られなかったのでコメントだけさせていただきました。おめでとうございます。これからもよろしくお願いします。マナミン、はい、今日は初登場でしたがありがとうございました。すずねちゃんとは初対面でしたが、初音、うん、ちゃんが MC でよかった。初音ちゃんじゃない。誰だ、誰や、誰って。すずねちゃん、すずねさんが MC でよかったなと思いました。今後もよろしくお願いします。ありがとうございます。初音改めすずねでございます。あのよく中学校の担任の先生に初音とか、本当に間違われてて、あとつくねって言われたり、あの電話でね、名前を言うときはすずめって言われたり、ね、そう、全然だから大丈夫、根がつけばみんないいと思ってる。3ヶ月間お世話になりました。どうもありがとうございます。これからもチャイナスクエアにはね、ちょくちょく出入り、あの嵐に行こうよと思ってます。今後ともよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。わー、ありがとうございます。なんだろう、後で開けよう。ということで最後にですね、あ、来週のゲスト、はい、来週の MC は第4火曜日担当の橋爪ももさんです。ゲストはギター弾き語りシンガーソングライターの後藤冬樹さんです。ということで来週も見ていただければと思うんですが、最後にですね、まみちはもう大丈夫だよね。いつもやってるポーズがあるんですが、皆さんも会場の皆さんもぜひ一緒にやっていただければと思います。右手がぼっこ、はい、で左手で輪っかをこう作ってください、はいはい、そして私が今週もありがとうございました、来週もと言ったら、みんなであのカメラに向かってクラブパルヘジアと言って、パルヘジア、パルヘジア、クラブパルヘジアと言いながらこの手を前に出してください。はい、OK ですか？はい、OK。皆さん大丈夫ですよね？うん、よし、じゃあ行きますよ。今週もありがとうございました。来週もクラブパルヘジア。どうもありがとうございました。ありがとうございます。見つけよう。